はい、清水さんこんばんは。こんばんは。今日はもうモルジブツアーも、2日目が終わりましたね。早いですよね。早いです。今日はですね、今日清水さんちょっとすげえな清水さんって思った話なんですけど、はい、今日3本目僕バブルリング自分でも作ってちょっと遊んでたんですよ。はい、知ってます？え、見てません。で、作ってバブルリングこんなやってたら、ふって気づいたら目の前に結構な、さ、このぐらい、何メートルありました？で、5メーターぐらいですよね。ね、結構ビビる級のサメが登場しまして、やべえな。で、清水さんとか俺大丈夫かなと思って、なんか変な動きして食べられてないかなと。で、気づいたら、はい、はい、サメだらけ。この状況見ました？あ、僕も見ました。ちょっと死を覚悟しました。しましたよ、ええ、で、やばいなって思って、僕本当に冗談抜きで一番最初に心配したのは清水さんの安否だったんですよ。 ありがとうございます。でもね、なんか結構こんな感じでみんな意外に食べられないの、食べられたりした人はいなかったですよね。わきあいあいとしてますよね。そうなんです。だからちょっと優しいサメなのかなとは思ってるんですけども、とにかく清水さんの安否を心配してました。あ、ありがとうございます。2度目ですけど、そしたら清水さんが何してたか。何してました？この状況になってました。あ、これは多分こいつと友好関係を結ぼうとして成功したんですか？成功しました。そんなサメと寝る男清水さんっていうのを今日見れてちょっと嬉しかったなっていう今日の3本目でしたね。あ、楽しかったです ね。で、これ無事に安全停止です。もう清水さんいますか？僕はいません。これ僕じゃないですか？あ、いますね、います。マジマジマジ。浮上して僕ちょっと清水さんがサメと寝れる男清水の上がった後の表情を撮りたいなと思って。これナース清水ですね。はい、この GoPro で間狙ってるんですよ、ちょうど。なんかそういう違和感があった。これサメと寝た男清水さんの上がった後の表情でした。あと、あんま映ってないですけどね。ということで清水さん、今日の格言お願いいたします。ナースシャークより先に砂地に寝ろです。今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。